です。18の秘密。ホテルサンタマリア。ホテルサンタマリア行くのか。行かない、行かない。OK、ready。Here we go! 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 Alright!とこパークだそうです。こちら宮尾さん、ここは RV パークね。え、ちょっといつもほら、ね、俺たちがやる車中泊違うから、ドキドキする。こんにちは。いや、はい、今回ご家族4人ですか。はい、じゃあ、あとこちら側のステッカーシールと3階のリストと、優しい、はい、ほら、一人リツクセリ、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。よいしょ。中川、生きてたか中川。エクさん。元気ですか。大体。いやー、一難去って五難ぐらい。ね、大変だったね。完全になくなっちゃった。あー、見てたよ。あの後、いろいろ。あったね、本当。宮下幸喜発見。わーおでーす。でした。ありがとうございます。来てくれて。今回の目玉なんですか、はい、僕今回の目玉は、はい、この夏にオープンしたばっかりの岩戸川 RB パーク。ここね。はい、僕ほら、はい、シティボーイだから、やっぱこういうおしゃれな車中泊スポットで映えるタイプなんでね。まさに。適当。いやでも本当に、でも日本じゃないみたいですよね。ちょっとここをとにかく皆さんにご紹介したくて、今回この場所にさせていただきました。なるほど、はい。楽しみです。よろしくお願いします。すごくない？そんなにバッタを肩に乗せてるおじさんいないよね。本当になかなかよ。ここでもりょうさんでした。すみさん、はい、サウナだそうですよ。あー、すごいコンパクトだけど、ちゃんとした薪ストーブ式のサウナができてますね。カーステイ一押しコンプリートキットですね。コンプリート販売の車、サニバーン450万。高いの安いのどっちかわからない。そう、キットで売ってる。あ、なるほどね。組み立てのボンって置くだけでいいみたいな。そうそうそう。あ、ここはすごい、ほら、はい、そこにはまる。そうすることで広くなる、ダブルになる。あの向こう側も広げることでね。まあ、外装もちょっとカリフォルニアスタイルで、クラシックカリフォルニアスタイル。俺たちの原点、俺たち夫婦の原点、デリカスターワゴン。僕ら夫婦のバンライフの原点は、はい、デリカスターワゴン、スーパーエクシードクリスタルライトルーフ、はい、名前が長い。俺たちはあれからバンライフが始まって、もう25年やってるんですけど、はい、長いです。今までの車で四駆のワンボックスで一番かっこいいのはデリカスターワゴンで、これですね。ね、この武骨さとね、それと本気の四駆なんだよね、これ。足回りもフレームも素晴らしい。まだ現存して走られてる車があります。素晴らしい。いやー、懐かしいな。今インスタとかで、ね、海外でさ、レストアして乗ってるスターワゴンは結構見るんだけど、国内でね、現存して走られてるのはすごく貴重だなって。面識をまだ所有されてるっていうのは愛を感じる。俺たちの原点に帰った感じで、ちょっと懐かしさと嬉しさと心強さと。聞いたことあります。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。黄色いハイエースね、かわいい。うーん、見たことないね、あんまりね。このフロントマスクもかわいい。純正色だ。この色があるの？なぜまた黄色を選んだんですか？黄色見た瞬間にこれです。一目惚れ、はい、このルックスに
完全に一目惚れ、はい、奥様と出会った時と同じぐらいの一目惚れ。そうかもしれないですね。あじゃあ二目惚れですねこれね。大きいルーフテント、このあれですね、下から潜り込むタイプはビーバーの巣に入るのと同じシステムですね。わかりました今の僕の例え。じゃあちょっとお宅訪問お邪魔します。これなかなかスティープな階段だよね。消防士並みのスティープさ。てってりー、おー広い、広いですね。大人2人だったら余裕で寝れる感じ。車の上にある秘密基地感いいですね。あ、ほんのりオーストラリアの匂いがする。カンガルーとね、はい。すいません、8割適当なもんですから行ったことない。これあのバーンライフジャパンにあの動画載りますんですいませんけど。さあ続いてはポップアップするバナゴン。やっぱりバナゴンですよね。バーンライフのアイコンみたいな。そうですね。僕の場合なんですけど、カリフォルニアのヒッピーの人たちが T2 で旅をしている姿を見たのがきっかけで車中泊を始めてるんで、お宅をご訪問お邪魔します。めっちゃいいですね。はい、簡単。あ、なるほど、うん、あ、いいですね。素晴らしい。そうするとここで固定ロックされて、あ、じゃあ、テーブルもこれだけ緩めたらこう出てきてくれてるんです。すごい、すごい。これがそもそも標準で、この前の方からだいたいこのレイアウトになって。これちなみに年式はどのぐらいのものですか。これはね、88年式。88年って90年より前だよ。当たり前のこと言った。36年落ち。36年落ちってことは僕は中学2年生でした。どうでもいい、そういう情報は。いつもはどんなところトリップしたりしてるんですか、車では。今年はちょっと数えて、はい、今ね50泊ぐらい。そこそこ車で生活されてますね。外装も含めてすごく綺麗に乗られてるんですね。ありがとうございます。ありがとうございました。まあもうまず最初に林間ナビゲーターに人は食いつきますよね。そして左を見るとでかいトレーラー、すごい武骨な感じがめちゃめちゃかっこいい。これはどこのトレーラーなんですか。あ、ご自身の。はい。あ、トレーラーメーカーさんなんですか。エアストリームとかを改造してるメーカーなんです。道理だよ。エアストリームをカスタムされてるメーカーさん。そうですね、カスタムからレストアからガルリングにして横パコンと開けるようにしたりとか。実際にキャンピングで使うのとイベント系とかにも。いや、両方。両方。道理で平面が多いと思った。なんか面倒くさいんだよ。まずちょっと外装から見てみますかね。非常にシンプルなデザイン。なんつだろう、あの R のないエアストリームっていう感じ。この武骨感がすごい。それではお邪魔したいと思います。お邪魔します。てってれー。あ、木の匂いがまだね、新品の匂いもする。ここで4人滞在できる、リビングで、こちらがベッドルームですね。別室になってますね。ベッドルームがトランスフォームするタイプじゃなくて常設のベッドルーム。意外とカップラーメン多めですね。このアイランドスタイル、前アイランドじゃないけど L 型でこっち向きのキッチンって意外と珍しい気がするんだけど、そう思わない？そうだね、見たことない、ね、空間広げる。ちょっとね、このキッチンのスタイル斬新じゃないですかね、妻。ね、斬新、うん、ちょっと撮ってみて。作りやすいね、うん、L 型になってて。というわけでオリジナルでキャンピングトレーラーを注文できるそうですので、気になった方はこちらへ、こちらへ。じゃん、 KRJ ジャパン。会社はどちらにあるんですか。埼玉県草加市です。もうさっきから気になっていたハイラックス、これは自作なんですか。自作です。すごい。後ろ全部開いた状態で寝床になるように作られてる、はい、すごい。中かっこいい。完璧こう自分仕様にカスタマイズされてる感じで。そうですね。サーフィンをされる。そうです。あ、やっぱり基本一人仕様ですかこれは。一人仕様です。ですよね。この隠れ家的な感じがかっこいい。ありがとうございます。主催の、皆さんと申します。
バンライフ×エンターテインメントの祭典バトルフェスの名前で、やらせていただいてるんですけれども、今回が、3回目私の新しい娘です。どうやって、こんにちは、パパ、イクちゃん、イクさんこんにちは、アオイです。彼氏でもあるんですけど、でバンライフの長編のドキュメンタリー映画というのが、いよいよ完成しまして、で彼が小林さん、彼女いますね。競馬しながらキャンピングカーに住んでるという、もう4年間こんなことをやってるんですけど、バンタメ始まりましたね、葵さん。我が家は今日はこんな感じでスタンバイできました。飲もうかな。2020年のね、忘れもしないあの年は思い起こせば、タックルと宮下幸喜2人がさ、あのコロナ禍で誰もがイベントができなくて、ムラ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 してる時にこの2人は開催してくれたんだよね。そうですね、俺の中では結構なんだろう、メモリアルなイベントの中の、なぜならみんな日和ってやんなかったんだよ。懐かしいですね。じゃないだって思い出すとさ、総攻撃されたからさ、あの年ってイベント人を集めようもんなら、確かにね、そこでもさ完全にね振り切ってやったのがバンタメだったなと思って、あれから4年経ちましたけども、結局俺喋ってるじゃねえか。じゃあ今回が3回目っていうことで、毎回そのイベントの、なんだろう、コンセプトみたいなのって変えてたんですか。変えてますね。そうですね、こっちはちょっと一周回って、結構カーステイの利用者さんとかオーナーさんとか今回ご参加いただいてるんですよ、ので今年はそういうなんかインフルエンサーとかアンバサダーとか関係なく、参加者のみんなと、まあみんなフラットでバンライフのやってる皆さんが交流できるようなイベントがいいなと、はい、なので一番今年があのこうちょっとゆるっとというか、チル&アドベンチャーってテーマで、結構僕自身今年結構疲れたんで、なんかあのもうみんなちょっとこう癒しを求めてあのリフレッシュしてもらえたらなと思ってやってます。悲壮感出てるんだね。痩せましたねって言われますね。壮感も、いや結構言われますね。割とじゃあ参加してる方たちは初めてこのイベント来ました。そうです、ね、本当に多かったです。なんかそんな感じがするし、結構今までのバンタメに来れなくて、バンタメちょっと来たかったんですよみたいな人とかもありがたいことで結構いてくださったりとか、最近本当バンライフ始めた方、車があるとかとかで、なんかこういうこの、あの交流を求めてらっしゃったような方が来ていたりとか、でもなんか比較的年齢層若めですねってなんかやっぱ言われますね。バンタメ 全部の会に共通して言うのはやっぱり池さんだとそうなんですけど、なんかちょっとキャンピングイベント普通にちょっと敷居高いじゃないですか、なんかその、っていうところでやっぱハードル下げたいっていうのはあります、そう、あとやっぱ年齢層も高い人がね、結構多くて、もうすでにコミュニティができてるところでどうやって入っていこうみたいな感じが多いし、だいつもバンタメに参加して思うのは、なんか本当に誰でも参加していいんだなっていう雰囲気は感じるし、車の種類もねすっごい豊富だな。いつものイベント的に回すぜ。バラエティに聞いたかというか、ね、雰囲気が居心地がいいっていうか、なんかその辺はこだわりが結構あります。なんか皆さんがゆっくりできるサイトと、あとなんかやっぱり交流できるスペースの両方が、大事だと思ってます、あとなんかせっかくこうなんですか、ね、イベントなのでなんかちょっと非日常的な会場の方がいいじゃないですか、それは幸喜くんの好みが存分に反映、完全に私の好みですね。もうバンタメは 99% 私が企画を全部やってるんですよ。なんで毎回初めましてがいっぱいこう起こるのがいいなと思ってます、なんかこう久々に会う人がいててもいいんですけど、なんかでもそれでも半分くらいは1対1くらいがいいと思ってます。半分くらいは初心者の人、初めての人に来てほしいなって感じです、このバンライフの市場ってすごく大きくなったし、すごく変化したなって感じてるんだけど、その辺どうですか、幸喜くんから。いやありがとうございます。ちょっと結構今年はこのあの車作りに今力を入れてはいるんですけれども、借りてる人がすごい増えてるんですよ。あのやっぱりこう借りてみようとか、でなんですけど、借りた後になんか買いたい人が結構買いたい車が見つかってないみたいなのが結構この2年くらいで分かって、意外となんかそのこれめっちゃいいってなっても
3年待ちみたいな、うん、3年待ちかみたいなとか、いやいいなってなったけど、じゃこれ自分で作ってみたけど車検通らなかったみたいな、なそういう結構欲しい車となんかそのこう手に入らないギャップみたいなあるんで、まあ、それをちょっといろいろ突き詰めた結果、モビラボでじゃあカーシェアだけじゃなくて車も作って売るかみたいなっていう風になった感じです、はい、さっき誰かが言ったけどキャンピングカーはもうデフォルトでいろんな装備がついてる、はい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 、これいらないんだけどって融通が利かない、もうワンパッケージで売ってるから、でも本当にこういうキットがあればもうこれでよかったって言ってたから、はい、多分そういうニーズはね、うん、あるだろうね。僕らも今ハイエースとキャラバンとボンゴバン、ブローニーが今車種なんですけど、やっぱりちょっとちっちゃくしていきたいなという思いはちょっとありますね。そのやっぱり大きくて豪華なキャンピングカー、キャンプカーいっぱいあるので、うんうんうん、一応これの内装とかも 3D モデリングすればどんな車種でも作れるんですよ、一応全部、あ、そうなんだ、全部作れるようになるので、うんうんうん、一応もうどんな車でも自分の車でちょっと特に持ち込みとかが半分くらいなんですよ、もう大体のが、なんでうちの車でちょっとできませんかっていうのを全部答えられるようにしていけると、うんうん、買い替えなくてもあなたの車出てきますから、うんうん、っていうのができてくるともっといいなと思います、うん、はい、なんか来年再来年のバンタメどうしようかなみたいな結構毎日かなんか思ったりするんですよ、うん、のリクエストとしては、はい、アフロ君と組んでアワパをやってほしいアワパバンタメサウナとアワパとバンタメと、はい、変化していくカーステー。そうですね、はいはい、変化大好きなんで。そんなカーステーの歴史を、はい、私たち夫婦ずっと、はい、一緒に見させていただいてますけども、はい、これからも興味なく、はい、なんかもうお酒乾杯したいですね。じゃあすいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なべなーい、食べ終わっちゃったなべ、うん、それぞれの夜が繰り広げられております。我が家は今夜は鍋です。おはようございます。朝です。ぶっちゃけ夜がうせえさあ起きるぞ青い、起きるぞ。おはは、おはは、おはようございます。おじさんたちちゃんと起きてる、素晴らしい。彼女のすごくこう前向きで朝ヨガだそうです。しっかりと見物したいと思います。やらんのかまだまだ仲間になります。途中からの参加も大丈夫ですので、ぜひ興味ある方いたらですね。はい、じゃあ音楽を流します。少し勢いをつけて脇腹を伸ばしていきましょう。パパ、ここだよ。目しっかりつま先を伸ばして、かかとを上げます。ヨガをサボるおじさんたちはこちらに集まってます。ありがとう。おいしい、おいしい。ありがとう。これじゃないなっていうのであれば、復活しなくなる。最初はグー、じゃんけんぽん。やったぜ。一つが、これ？そう、新しいやつ。ここに終了ということで。バンタメ、おしまい。ありがとう、バイバイ。バイバイ、またね、さあ、またね。おしまい。やってきましたね。大谷資料館へようこそ。大谷資料館へようこそ。あ、大谷資料館。すごいね。ラーメン屋さんだ、コーヒー屋さん。あれ、今日ここから夜にかけてお祭りなんじゃない？今からみんなお店出してるよ。だってこの辺の映画で撮影されたのがこの大谷。行きますよ。なんであそこに車が入ってんだろう。わかんない。うわー、これはすごい。こうやって切り出してたんだ、石を。
ちょっと暗くて見えにくいと思うけど。人がいるよ。ああ本当だ。ああこうやって手でもともとは掘ってたんだね。寒いね。寒いね。見てまだこんなに空間が続く。すごいすごい、来た甲斐があった。ちょっとね、動画だと暗すぎるね。この地下坑内は大正8年、1919年から61年にわたり採掘が行われ、上はなんとトヨタの展示になってます。脱出成功。来てよかったね。よかった。ラッキー。この激並びを見事にかわしてスムーズに見てきます。もうびっくりしてた。なんでいるのって。本当だよね。まさかここで会うとは。まさかここで会うとは。いいとこ来ましたね、結局ね。本当ですね。イベントやってるし、仲間にも会えたし。久しぶりだったね。POP。夜までずっと。照れちゃったの。